日本史上不当に評価が低い人物3選パート6。日本の歴史で活躍した人物の中には、地味ながらもしっかり功績を残しているにもかかわらず、後世の書物などの影響で低評価扱いされている人物も少なくありません。今回は室町時代や江戸時代に活躍した人物で不当に評価の低い人物を3人ご紹介します。太平記のせいで愚鈍な将軍扱いに足利義明。まずは室町幕府2代将軍の足利義明です。父に足利尊氏、息子に金閣寺で有名な3代将軍義満がいます。義明は尊氏が後醍醐天皇による鎌倉幕府打倒計画に参加する3年前の1330年に生まれました。尊氏が京都で活躍するようになった頃、義明は尊氏の代理で鎌倉に残って家臣の補佐を受けながら関東を統治する役割を果たします。尊氏は京都に幕府を開きましたが、やがて共同で統治していた弟の忠義が足利氏執事の河野師直と対立した末に失脚します。ちょうど義明が成長して政治を見られる年齢になったため、尊氏は義明を上洛させて政務を任せるようになりました。尊氏が1358年に世を去った後は正式に2代将軍として新政を行います。しかしわずか10年足らずで38歳の若さで世を去りました。義明は父の尊氏と息子の義満が非常に高い知名度を誇るため、二人に比べると印象は地味です。しかも義明の評価は鎌倉幕府滅亡から南北朝の動乱までを描いた太平記ではかなり悪く書かれています。太平記によれば、義明は他人の口車に乗りやすい上に主職に溺れた愚鈍な将軍として評価されています。ちなみに1991年のNHK 大河ドラマ「太平記」でも迂闊な行動が目立つ怒りっぽい人物として描かれていました。しかし実際の義明は尊氏や義満ほど目立たなかったにしても、室町幕府の発展の礎を築いた人物でした。まず父の時代に起きた戦乱で離反した大内氏や山梨などの有力守護大名も義明が将軍に就任してから帰参しています。これによって一時は分裂状態だった幕府政治は安定し、次代の義満の時代にさらに発展していくことになりました。合わせて幕府内でも戦乱の影響で機能不全に陥っていた決裁機関の立て直しを行っています。この際に将軍が自ら訴訟問題を解決する仕組みである御前沙汰を設置しました。御前沙汰は後に政策決定を司る機関となり、幕府にとって不可欠な存在となりました。他にも当時の南北朝の合一に道筋をつけたのも義明の功績です。南北朝の合一は義満の時代の1392年に達成されましたが、先に両方の朝廷の和睦が実現するように準備していたのは義明によるものでした。しかも義明が亡くなる直前に南北朝の和議が実現するところまで来ていたほどです。これらの点から考えると、義明は決して愚鈍な将軍ではなく、むしろ室町幕府の発展の基盤を築いた優秀な将軍だったといえます。文弱に溺れた武将は後世の誤解だった。大内義隆。続いては大内義隆です。中世の西日本きっての名家である大内氏の第16代当主で、一時は毛利元就も心中していました。しかし義隆に対する評価はネガティブなものです。特に1542年に出雲天越の合算戸田城攻めに失敗してからは公家文化に傾倒し、1551年には家臣の末春方の謀反で死亡したとされています。しかも義隆の死を機に毛利元就が台頭し、わずか数年で大内氏が滅亡したことから、大内氏滅亡のきっかけを作ったとも言われています。途中から戦への関心を失って文弱に溺れたイメージの強い義隆ですが、このイメージ自体が後世の軍記物語がもたらした誤解でした。確かに義隆が治世の後半で文治主義を取り入れたのは事実ですが、
一方で対外関係でも着実に成果を残しています。具体的には敵対していた天子氏の勢力が及んでいた石見で有力国人だった小笠原氏を服属させています。またビンゴでも家臣たちは従属していた漁師に命じて天子氏勢力を駆逐させました。他にも九州の有力大名である大友氏とも関係を改善したほか、肥前の龍造寺種信とも同盟を結んでいます。特に龍造寺氏との同盟では義高はわざわざ自分の名前の一字を与えて高信と名乗らせるほどに影響力を及ぼしました。これらの対外政策を通じて大内氏は最大半島を実現しているため、治世後半の義高は決して国外の状況を放置していたわけではありませんでした。そして自身が自害に追い込まれた大寧寺の変の原因も、末春高が義高の文弱にふける様子に腹を立てたというより、義高が重く用いた官僚たちと末たちの派閥の対立が主な原因です。義高は合算戸田城の戦い以降、相良武藤などの官僚を重く用いるようになった一方、末たちは次第に大内家中で立場を失っていきます。しかも主君である義高との関係も悪化していきました。危機感を抱いた春方たちは官僚たちや彼らを擁護する義高の追い落としを決意しました。九州の大友氏から大友宗麟の弟春秀を新しい当主に迎えるように手はずを整えた上で謀反を起こします。義方は春方の軍に追い詰められた挙句、長門の大寧寺で自害しました。義高の悲劇的な最後は、結局家臣団の対立に巻き込まれた末に春方に撃たれたというのが実情です。緊縮財政政策ばかりではなく、先進的な政策も行った松平定信。続いては江戸時代に活躍した松平定信です。江戸時代中期の幕府老中で官制の改革を行った人物として知られています。しかし定信の評価はというと、官制の改革に失敗したこともあってイメージはあまり良くありません。改革が行われていた当時でさえ江戸で白川の清きに魚も住みかねて元の濁りの田沼恋しきという評価が流行ったほどでした。ただ定信の行った改革には先進的な部分も見られたものでした。まず官制の改革に先駆けて老中に就任した際は、自身の同志の中で特に優秀な人物を幕府政治に参画させています。加えて当時不正を働いていて代官を解任して有能な人物に交代させることまで行っています。また幕府内の経費削減も大胆に行っていて、多くの費用の大幅削減まで行われました。当時の幕府は財政状態が非常に悪かった上に、定信が就任した頃から起きていた天明の大飢饉で支出が拡大していたため、財政再建は喫緊の課題でした。定信による緊縮財政政策は一定の効果を上げ、幕府は一時的にしても余った資金を貯蓄に回せたほどです。定信の改革では福祉政策や対外政策でも先見性が見られました。天明の大飢饉を機に改革を進めたということもあり、各地の大名に偽装や車窓の建立や米の備蓄を命じています。加えて都市部では七部積金と呼ばれる積立金制度を設け、経費削減で生まれた余剰金を積み立てていました。この積み立てられた資金は上下水道などインフラ整備や災害の備えに活用するのが目的でした。他にも江戸の石川島に軽犯罪者向けの人足寄せ場を設けています。これは現代でいう犯罪者向けの職業訓練制度で、彼らの社会復帰を支援する施設でした。ちなみに定信に人足寄せ場の設置を提言したのは鬼平犯科帳でも有名な長谷川平蔵でした。対外政策でも当時国内周辺の海で外国船が出没し始めていたことから江戸湾の防備に着手しました。対外防衛は定信の時代の数十年後に重要なものになっていきますが、定信は来たる外国の脅威に対する意識を幕府に根付かせた点でも重要な人物です。定信の一連の改革は結局6年で頓挫してしまったものの、後世から見ると見習うべき部分もあるものでした。
最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。